いつになってもですね、ホームセンターでのね、ちょこちょこ狩りがね、こう、止まらないというかね、そういった自分なんですけどね、また今度ね、2つ買ってきました。この2つがね、まあ、ペンデンスとね、シルバースターなんですけどね、これね、買ってね、一度育てたことあるけど、今ちょっとないんでですね、枯らしたかなんかしたと思うんですよね。だからそういったことからいけば、まあリベンジ狩りっていうようなね、ところになるんですけど、まあ今ないってことはね、本当やっぱ枯らした可能性が非常に高いからですね、ちょっとね、育て方がどんなのかをね、これ角とろこさんのホームページとかあるから、それをちょっとね、よく見てね、まあそれを参考にっていうようなことで、今度は枯らさないようにね、しっかりね、育てていきたいと思うんですけどね。まずね、これからいきますかね。こうペンデンス、これ一時結構人気あったんですよね。こう丸くてこうコロコロしててですね、こちれの、よくね、コチドレンとか言ってしまうけどね、コチレドンが一番正しいですね。はい。で、これをね、これがまあちょっと弱いかなって性質がね、そういうふうに思ってたんですけど、これはね、あれですね、暑さ寒さにも比較的こう強いタイプでですね、で、まあ成長スピードはまあ普通ですよと、それとこう葉先がね、紅葉するタイプ、もうすでにね、ここら辺がそのちょこっとこう赤くなってるでしょ。だからこういう風になって、いるんですけど、こちらがね、あれらしいですね、肥料をね、好むタイプらしいですね。で、この葉が黄色くなってきたら、ちょっと肥料が足りてないんでね、追肥、後追いでね、肥料を入れたりするといいというようなことがね、書いてありました。ですんで、ちょっとこれをね、植え付けていこうかなと。まあ、順にこのシルバースターもね。だから、肥料好きっていうことなんでですね。まあ、成長スピードはそう速くないと。だから、こちらの方は、まあ、先日もちょっと使いました、あれですね。あれですね。焼き土の培養土か。それでね、ちょっとこれ植えていこうかなと思います。ね。あれですね、前もね、いつも土のことの暖流化の話をしますけど、角とろこさんのってこう細かいんやな。まあこういう粒もね、こういろいろ混じってますけどね、全体的にはこういうふうにこう粒子が細かいんやけど、よくね、こう根が張ってるんやね。なんかこう独特の土っていうか、なんかあれですね、角とろこさんならではっていう感じですよね。こういう感じ。あ、もう話してこうバラバラになるもんな。こうやって持って植えないとね、ちょっと厳しいかもしれません。はい。ですので、こちらの方をね、こういうふうにね、鉢底石、まあ、ボラ石の大きいやつを入れて、これに、このね、焼き土の、これを入れてみましょう。これちょっとね、肥料が入ってるからですね。で、多少ちょっとね、水持ちがいいやつがいいのかもしれません。で、肥料もね、ちょっと入れときましょう。そういうふうに肥料を好むタイプらしいからですね。はい。で、まあね、こういうふうに、オルトランを入れて、で、これあれですね、刺し目では、なんか結構なんか、刺し目はいいけど、あれですね、葉出しの成功率がものすごく低いタイプみたいですね。だから、刺し目で増やすのが、このね、ペンデンスのこう増やし方っていうことみたいですね。葉差しはとても難しい品種とのことです。で、まあこれをね、こういうふうに入れて、こう焼き土でね、やっていこうかなというふうに思います。これね、入れていきましょう。自分はいつもね、同じやつでしてたけど、まあ、この間セダムとかもね、ちょっと土を変えて、まあ、いろいろね、いろんな形でやっぱ試してみないとですね、やっぱり土もね、一辺倒ではやっぱいけないかなと、最近はね、そういうふうに思ってます。はい、こんな感じでね、焼き土培養で、土が真っ黒ですね。
はい、こういう感じやな。まあシルバースターはね、いつもの培養土でいこうかなというふうに思ってますけどね。はい、こんな感じ。これがね、多分こう垂れ下がったりどうしたりするから、この三寸ね、A の30ぐらいでサイズ的にはちょうどいいのかなと。成長スピードは普通だそうです。そんな速くないということでね。ので、まあこれが伸びてきたらね、増やし方としては、刺し目のようなんでね、これちょん切って増やしていこうかなというふうに思います。はい、で今度はね、こっちのねシルバースターやな。シルバースター、これもね、これはね、あれですね、このね、こう爪っていうかビョーンとこう伸びた、これがやっぱ特徴的ですよね。まあ、これ書いてますけどね、グラプトベリアやけんね、グラプトとエケベリアの交配やから、グラプトが大体性質が強いからですね。まあ、こちらも強いんかなと。あんまり根付いてねえな、これね。鉢を返しただけでもこういうふうにね、ボロボロなるからですね、あんまりこうしっかり根が張ってない感じやな。うん、まあ根自体はありますけどね、こういう感じでね。はい、これをちょっと落としてあげて、んでこちらの方はね、成長スピードは遅いみたいですね。うん、で、まあ、全体的には大きくなると、うん、直径の最大が10センチだそうですね。ですのでこれも、10センチなので 3.5 寸ぐらいでもいいかもしれないけど、成長スピードがね、遅いから、まあ、とりあえずは、この A の、あれですね、2.5 寸から、3寸ぐらいの大きさでいいのかなと。一気に大きくしない方がいいですもんね。うん、鉢はやっぱり、徐々に大きくした方が、まあ、無難ですね。うん、もうめんどくさいからって言って、一気に大きくするとあんまり良くないですね。うん、徐々に、鉢のサイズっていうのは上げていった方がね、いいんじゃないかなと思います。でこちらもですね、全体的には大きくなるということなので、これも3寸ぐらいの大きさでいいかなと、いう感じですね。はい、これがね、紅葉はね、あれですね、葉の先がね赤くなる、そんな感じですよね。それと、これがやっぱり葉差しは あんまりね、葉差しはあまりこう簡単ではないみたいですね。コツがいるっていうの、そのコツがなんか分かりますよね。そういうことを書いてました。でやっぱりこれも、こちらはね株分けで、増やす方がいいそうです。刺し目じゃなくてね、株分けだそうです。で、貝殻虫がねかなりつきやすいということなんで、まあ、ちょっとオルトラも少し多めに入れておきますかね。うん、でこう肥料はどうかな。全体的に赤くなるタイプじゃないから2粒程度入れときますかね。はい、でこれに植えましょう。あ、くんたんぐらい、さっき入れて、あ、くんたんぐらいちょっと入れとくか。くんたんぐらいね、まあ、まだまだね、日中は暑い日が続くけど、あれですね、随分こう涼しくね、朝夕はなってきましたね。はい、よし、こんな感じいいかな。こんな感じでね、でこれをよし植え付けていきましょう。まあそういう風にね、ちょっとこの2つの苗の特徴をちょっと理解してね、育てていけば、まあね、なるべく枯らすことなくね、育成できるんじゃないかなと。うん、前回はね、二つとも、ちょっとね、鉢が小さかったかなーっていう気がするんですよね。で、まあ自分こう結構水厳しめなんで、なんかこう水切れで枯らしたような気がするんですよね。なんとなくの記憶ですけどね。はい。ですので今回はちょっとね、鉢をワンサイズ大きくしてるんでね、まあそういったことはないかなと。それとまあ、全体的なね、こう一回失敗しとくとね、うん、こう自分の中で意識づくからですね、
まあ、ちょっとはね、今度はうまく育てれるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということでね、はい、こういうふうにね、2つ土を変えて、それぞれのね、あれですね、特徴を踏まえて、こっちの方がね、肥料を好むタイプみたいなので、焼き土の培養土、ちょっと肥料も入ってますんでね、を使って、こちらはいつものね、配合土を使って植えました。はい、こんな感じです。ね、多肉狩りにはね、いい時期なんで、皆さんもね、ホームセンター、特にホームセンターはね、入る日が決まってるんで、入ったその日にね、買うのが一番いいからですね、やっぱ買うときにはそのタイミングをね、しっかり測って買うといいと思います。ホームセンターでね、やっぱ日の当たらないとこでやっぱ 4,5 日経つとどうしても徒長してますからね、そう 4,5 日経つ前にできれば入ったその日にね、買うというのが一番いい方法だと思うんで、そこら辺入荷日とかねチェックして買われたら、いかがかなというふうに思います。はい、ということでね、今日は、ホームセンター狩りいつもやめられないね、そういうのまあリベンジ狩りといったようなね、ところの動画でしたかということですね。はい、チャンネル登録とかね、高評価していただけると、ありがたいんでよろしくお願いします。それではまたね、次回の動画でお会いしましょう。明日はあれやな、ディエルさんでねちょっと苗をね、ちょっと売ってもらったんでね、その、仮結果と植え付けの動画でも撮りますかね。はい、そちらの方も、よろしくお願いしたいと思います。それではまたね、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。